こんにちは、エトピリカ東京です。今日は4もの女の子をご紹介したいと思います。あ、すごいね、バタバタしてるね。この子も一人になってまして、お耳がですね、もうこんなちょっとグレーになってきて、なんていうんですかね、大人と子供の階段のもうお顔をしています。ちょっと最近ね、尻尾も抜け始めて、なんか綺麗な赤い真っ赤な羽も生えてきたんですけれども、もう一人絵になってまして、お迎えなんかはすぐ来ていただけると思います。ちょっとね、食欲的にはお店で多分ナンバーワンなんじゃないかと思われるぐらい、いろんなものを食べたりとか、さつまいもとかね、いちじくだとか、いろんなね、食べ物が大好きで、いっぱい食べて、いっぱい遊んでますけれども、ちょっとね、カミカミが死体時期みたいなんですけれども、このカミカミもね、大人になって、ちゃんと調整して大人になってくれば、全然問題ないというか、カミカミもなくなってちゃんとしたヨウムちゃんというか大人になってくれると思います。ヨウムちゃんです。すごいね、ポキポキとか、口笛も最近よく真似してるので、もうそろそろなんかおしゃべりするんじゃないかなとは思っています。今ヨウムちゃんが東京店に、フリーの子は男の子1羽、男の女の子1羽になります。ヨウムちゃん今輸入数が、繁殖期が今真っ最中なんで、これからヨウムちゃんがどんどん出てくるんですけれども、今の輸入数だとすごい少ないので、もうヨウムちゃん早いものとなっておりますので、ヨウムちゃんをお探しの方はぜひ東京店に一度お立ち寄りいただければと思います。はい、ヨウムちゃんご挨拶というかね、一度東京店の方にお足をお運びいただければと思います。今日はヨウムの女の子に登場していただきました。ありがとうございます。バイバイって。バイバイ。